ここから使ってください。了解です。久しぶりです。久しぶりです。お久しぶりです。今、だるいもんさんと、お久しぶりに会って、何年ぶりですかね ?1 年ぶり約1年ぶりにお会いして、猛暑ぶり。猛暑以来の、また焼肉を食べに来ました。久しぶりです。久しぶりです。そうです。今日会ったのは、とわさんです。とわさんと本当、久しぶりの焼肉に行きたいと思います。今日行くお店はこちら。三昧です。こちらがお肉友達のとわさんです。中戸島みたいな。こちらとこちらどちらにしますか。大盛りこれだと思って。普通盛りでいいですか。普通でいいんじゃないですか。お肉はどれにしますか。お肉は特選カルビに行きますか。さっきおすすめって言ってましたよね。ホルモンどうしますか。ホルモンも食べます。上味も食べたいです。うん、ネギの単勝も食べたいですね。じゃあネギの単勝もいきましょう。と上味のとハラミも食べたいです。ピントは来ない。まあでも来年か、まあ、来年まで。そうですね。あと3月いっぱいで戻ります。東京を離れます。あれですね、はい、動画が久しぶりすぎて何喋っていいか全然わかんないですね。あ、すげえすげえっていうか普通か。特選の和牛カルビが1人前とハラミが1人前、ネギ牛タン塩で1人前です。気が止まらない場合ご利用ください。めっちゃうまそう。これすごいですね。このわかるかな、高さ。あ、この感じ懐かしいな。お久しぶりです。これが和牛カルビです。うまそう。とわさんが喜んでくれてよかったわ。これこのために1週間食事制限して、今日に完璧に合わせる。今週お米食べてないですか。いやお肉友達とお肉食べると楽しいわ。神奈川は焼肉うまいっすね。うまい。そのホルモンの感じがやっぱり神奈川っぽい、白ロコロっぽい。うまい。いいな、ちょっとまた動画撮りたくなってきました。いいな、動画楽しいっすね。こうやって撮ってるのめちゃめちゃ楽しいっすね。いい、ちょっとまあやりたくなってきました。めっちゃ焦げてなんかめちゃめちゃ焦げてる。はい、OK でーす。テイク2。痩せましたね。痩せましたよ、この辺。ここのエッジが出ました。やっととわさんに認めてもらえた。やっぱね、自撮りするときにやっぱりここのエッジはね、必要なんですよ。ここ大事なんです。ここはちょっとダルダルしてるとちょっとね、みっともないから。わかりました、頑張ってもう少し痩せたいと思います。みっともない。やっぱね、自撮りの時のこのシャープさは結構重要なんですよ。自分で編集してて、うわ、ここたるんでるなと思うの嫌じゃないですか。ある。あとこの辺のホテルも。そう。やっぱね、自撮りする人はちょっとね、やっぱダイエット必要です。これやっぱこの、ね、バリアングルないとね。俺ずっと自撮りしてるけど撮れてない可能性があります。俺の声だけ使ってください。声だけ。楽しいな、動画楽しいっすね。これでもこうみんなといるからこうできるんですよ。一人だとなかなかやりづらいですよね。楽しいな、動画楽しい。うわ、いいっすね。楽しい。これなんていうカメラでしたっけ。 ZV-1 か。あ、これが ZV-1。 いいっすね、自撮り楽しいな。
どん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 自撮りしちゃいます、ね、これは楽しいわ。今のちょっとね、しもむさんと一緒に走りたいなと思って、大体しもむさんと俺の走るペースが大体同じぐらいなんですよ。10キロいかないぐらい走ってる。しもむさんね、しもむさん、はい、一緒に走りましょう、はい、使ってください。今のね、目標はしもむさんと一緒に走る。なんか一生懸命走ってた、なんか大会かとかに出るのかなと思ったんですけど、しもむさんはなんで走ってるんですか、なんで走ってるんですか、コメントしてくれますよ、これなんで走ってるのかコメントお願いします。楽しい Vlog めっちゃ楽しい。じゃあちょっと動画撮り始めます。新チャンネル、新チャンネルじゃあ作ります。新チャンネル3回目のチャンネル。満足いきましたか。1週間調整してきただけ甲斐がありますね。なんか足りたのかなと、ちょっと足りてくれたんだったら、満足だったらよかったです。いやー大満足です。ああ食った食った、腹いっぱいだ。トワさん満足してくれたかな。いやーでも楽しかったわ、久しぶりのトワさん。これから Vlog をまた再開してくれると思います。多分楽しみにして待ちましょう。トワさんと一緒に銀座まで来ました。そして多分ここから先二人で迷子になりそうです。浅草の方に向かってそれが適当すぎる、大雑把すぎる。ただいま無事にトワさんと迷子で東京をドライブしております。ここ国一の始まりですよね。そうですね、そこは多分基準起点があると思います。あー正面いいですね。来ましたね、スカイツリー近づいてきました。どうですか東京の道は。ここは綺麗ですよね。本当赤く光ってますね。最近赤いっすね。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。また送っていただきました、ありがとうございます。じゃあまた次の新しいに行くよ、紹介してください。とりあえず帰るまでにもう1回ぐらいか2回ぐらいか。そうですね、会いましょう。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではではチャンネル登録お願いします。それ使っておきます。はい、お願いします。